尾形三郎これよしは、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将、文後国王の軍尾形僧を領した。通称は三郎。意味名はこれよし、おもんみのうとも。祖母だけ大名人の神末という大見は伝説がある。大神これ元の子孫で、薄木これ高の弟。平家物語に登場し、その出生は、地元豪族の姫と蛇神の子であるなどの伝説に彩られている。 宇佐神宮の荘園であった、小型省の召喚であり、平家の平の重盛と主従関係を結んだ。自称四年の源の頼朝挙兵後、洋和元年、臼木氏、長野氏らと共に、平家に反旗を翻し、文後国の木代を追放した。この時、平家に背いた九州武士の松浦島や菊池市、阿蘇市など広範囲に兵力を動員しているが、 これよしはその中心的勢力であった。樹英2年に兵士が都落ちした後、筑全国の原田種名を山賀終縁の軍事力によって勢力を回復すると、これよしは文後国の国士であった藤原頼助、頼け、よ氏から平気追悼の因前と国の領を受け、清原氏、北氏などの力を借りて、兵士を太宰府から追い落とした。同年、である、 宇佐神宮大宮寺家の宇佐氏は、平家法についていたためこれと対立、宇佐神宮の焼き討ちなどを行ったため、上野国沼またえ、温度の決定がされるが、平家討伐の行によって赦免され、源の乗り寄りの平家追悼軍に船を提供し、足や裏の戦いで平家軍を打ち破った。こうした、小形一族の寝返りによって、源氏法の九州統治が進んだとされる。またこれよしは、 源の義経が、源の頼朝に廃藩した際には義経に加担し、を落ちた義経と共に船で、九州へ渡ろうとするが、嵐のために、一向は離散、これよしは捕らえられて、上の国のまたいる罪となる。この時義経をかくまうために築城したのが、岡城とされる。その後、これよしは許されて、文後に戻り再起草に済んだとも、途中病死したとも伝えられる。 ありがとうございます。